今の奥さんとまた山形で。じゃあ3年目だ。やる。で、なんか娘がいるんだって。妹か。欲しいって言ってたじゃん。子供の頃だよ。今更そんなこと言われてもさ。幸田さんですか。あなたがお父さんのことお世話してくれたんだよね。お父さんきっと喜んでると思う。この町好き？元気でね。お姉さんたちも。しずちゃん、鎌倉に来ない？行きます。いらっしゃい。部屋2階だから荷物あげちゃいなさい。よく考えてね、あの子は妹は妹だけど、あんたたちの家庭を壊した人の娘さんなんだからね。いろんなことがあって子供時代を奪われちゃったのよ。